はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。今回は配置に関する動画でございまして、あんまりおすすめしないエアスイーパーの置き方、こちらを見ていこうかなと思います。それがエアスイーパーを2つ並べるっていうのがあんまりおすすめしなくてですね、はい、こんな風にですね、天才でエアスイーパーを2つ破壊していきました。こんな風にですね、天才でですね、エアスイーパー2つ壊されてしまいますとですね、空軍使いにとってはですね、結構ですね、空軍で攻めやすい配置になってしまいます。で、今回はですね、あとクロスボウですね、クロスボウが食い火対策で地上になっているっていうのもあってですね、ジョニーさん、こちらですね、天才ラバルで攻めていきました。はい、こんな風にですね、アチャクイも外側にいるっていうのもですね、ちょっと良くなかったですね、今回。こんな風にですね、ヒーローだけで相手のアーチャークイーンを処理していきます。はい、こんな風にクロークを発動いたしまして処理していきました。で、そしてですね、もうここからですね、エアースイーパー2つ折って、そして相手のアーチャークイーンを処理したらラバルパートをスタートさせていきます。そして援軍処理しなくていいのかなと思うかもしれませんが、結構ですね、今回みたいにそこまで硬くない援軍ですとですね、ラバにしっかりとターゲットを取らせてしまえば、ポイズンだけで処理を行うことができます。はい、こんな風にですね、ラバルパートをどんどん回していきます。なのでですね、こんな風に天才、対空砲を折るっていうイメージあるかもしれませんが、エアスイーパー2つ並んでいたらエアスイーパーを2つとも壊してしまう、こういったですね、攻め方もすることができます。なのでなるべくエアスイーパーは2つ並べない方がおすすめでございます。まあ、他にですね、なんか目的があるんだったらいいですよ。なんかゴーレムをこっちの区画に誘導させてあげたい、なんかそんな風にですね、目的があるんだったらいいとは思うんですけども、できたら2つ並べない方がいいです。で、あとはですね、個人的には同じ区画にも入れない方がいいですね。例えばアルティメットなどでその区画に入られてエアスイーパー2つとも折られてしまう、そうするとですね、かなり楽な空パートになってしまいますので、できたらですね、同じ区画にも入れない方がいいかなと私ケイスケは思っております。あとは空軍対策での配置のアドバイスなんですけども、なるべく対空砲の範囲内に水通って入れない方がいいらしいです。で、そしてですね、バルーンですぐ壊せるような災害層ではなくてですね、なるべく中身に入れてあげると、まとまってきたバルーンを落としてあげたりすることができますので、こちら結構おすすめでございます。で、ついでにですね、赤風船とかもセットにして置いておくとですね、本当にまとまってきたバルーン一気に落とすことができます。で、そうですね、やっぱり水筒などはですね、ラバに攻撃してもそこまで大した火力にもなりませんので、できたらですね、バルーン対策に置いておいた方がいいです。というわけで、ジョニーさん前回お見事でございます。そしたら続いてのリプレイ見ていきましょう。続いてはですね、三田さんの前回リプレイでございます。今回はバルーン10体とかなり少なめでございますが、まあそうですね、バーサンさんはですね、タウンホール9序盤なので、バルーン10体でもですね、しっかりと三田さん回し切ってくださいました。では見ていきましょう。今回はちょっとバルーンが行ったり来たりしてますけれども、今回はですね、天才で、ライトニング3発か。ライトニング3発でエアスイーパーを追っていきます。おそらくこちら呪文のレベルの関係ですね。呪文のレベルの関係でライトニングを3発持っていってるんだと思われます。はい、こんな風にヒーローでサイドカットを行っていきまして、ドラゴン4体突っ込ませます。で、その間にライトニングを打ちまして、はい、エアスイーパーを2つ折っていきました。そして今回は7時方向の対空砲のレベル、そこまで高くはないので、対空砲に打たずエアスイーパーを2つ折っていったんだと思われます。はい、そしてですね、ここからドラゴンで相手の援軍を処理していきます。で、ここですね、7時の対空砲ちょっと折れなさそうだなと思って、ここですね、ナイス判断ですね。ラバーハンドを当てていきます。はい、こんな風にドラゴン溶けてしまいましたので、対空砲残ってしまいましたが、ここはですね、もうラバハンドで壊していくといった流れになっております。これすごいですね。ナイスリカバリー。はい、そしてですね、ヘイストをかけていきまして、少ないバルーン10体をですね、どんどん回していきます。そして最近のタウンホール9の環境だとですね、今までは食い火が流行っていたので、クロスボウ地上っていう人結構いたんですけれども、やっぱりですね、ヒーラー弱体が来まして、まあそれでもまあ食い火をやってる人っていうのはなかなかいるんですけれども、それでもですね、やっぱりペンタラバとかも最近流行ってますし、クロスボウは対地よりもですね、やっぱり対空対地の方にしておいた方がいいのかなと私ケイスケは思っております。まあただクロスボウ対地にしていると陸軍に結構刺さりますので、まあそれがですね、クラクラの面白いところですよね。何かを対策すると何かの攻めに対して弱くなるっていうですね、クラクラの素晴らしいところでございます。そうですね、あとは空軍対策で言うと、対空砲まで、バルーンがたどり着くまでのルートがですね、結構いろいろ寄り道したりとか遠回りになっちゃうようなですね、そういった感じに置いてあげると、結構ですね、空対策になったりします。なので、対空砲の周りの防衛施設、結構バルーンがですね、行ったり来たりして寄り道しちゃうようなルートを作ってあげると、結構ですね、おすすめでございます。
前ですね、結構前に、ラバルーンでバンバン全開を取ってくる中核ラインに当たったんですね。で、私、ケイスケ、そういったですね、配置にしていたらですね、もう相手諦めて5ウィービーで星2を取ってくるっていった感じになってましたので、かなりおすすめでございます。はい、そんな感じで喋ってる間にですね、最後の水塔を壊しまして、あとはお掃除タイムといった感じになっております。というわけで、三田さん、全開お見事でございます。はい、そんな感じで今日はですね、久しぶりに配置に関するお話いたしました。あとはですね、おすすめなのが、ラバがターゲットを取らない位置にテスラを固めてあげて、で、そしてですね、バルーンをどんどん落としていくみたいな初見殺しの、テスラの置き方などもありますので、ぜひともお試しくださいませ。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。